ソフィ・マリノバポップフォーク歌手である。17歳の時に、地元の民族楽団に加わって、以来、音楽の道を歩んできた。その後、ポップフォークのプロデューサーペトル・アントノフに見出され、1997年に、ブルガリアの民謡や、ポップフォークを取り扱う、大手レコード会社であるアラと契約、ポップフォーク歌手として2004年まで、同社の契約のもとで活動する。 2004年にサニーミュージックと契約、スラビトリフォノフやウスタタ、アジスなどとも共演する。ソフィマリノバは複数回にわたってユーロビジョンソングコンテストのブルガリア代表を目指し国内予選に挑んできた。ブルガリアが初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した2005年大会のブルガリア代表を目指し、スラビトリフォノフとのデュエットで国内予選に参加したものの、 カフェに敗れて2位となった。2006年大会でも、トリホノフと組んで国内予選に挑むが3位に終わる。2007年大会では、ラッパーのウスタタと組んで国内予選に参加するが、エリザとドロバストヤン・ヤンクロフに敗れ、またしても2位に終わる。2011年大会でも、国内予選に参加するが、ブルガリア代表の座を勝ち取ることはできなかった。 2012年2月29日に行われたユーロビジョンソングコンテスト2012のブルガリア国内予選の決勝ではデシスラバなどの競合歌手を下し念願のブルガリア代表の地位を手にしたユーロビジョンソングコンテスト2012本戦は同年5月にアゼルバイジャンのバクーで開催されるありがとうございます